はい、どうも皆さんこんにちは。カサバチャンネル店長の竹中です。店長の舞子です。最近ね、もう4月で、スパイクの買い替えも多くてね、まあ、今ね、高校野球もクロスパと白スパ、どちらも OK、まあ、ゲーム率的にはルール上は混在も OK なんですけど、ちょっと岐阜の方でもね、白スパが、買い替えがね、出てきましたね。それでスパイクを買ったら、まあ、P 側をつけると思うんですけど、高校生ね、ほぼ毎日練習ありますので、つけておかないと先に歯が減る前にね、破れたりしてしまうんで、まあ、ピーガーをつけると思うんですが、その中でもね、おすすめのピーガーを紹介していきたいと思います。はい、ね、まずピーガーの種類、ね、ありますよね。ピーガーはまあよく小学生がついてるプラピーで、そのうちの革の革ピーで、うちはあんまりそれ人気なくて、うちはもう竹スポーリザルピーガーを、まあ、竹ピーって呼んでるんですけど、まあ、この辺をちょっとね、いい感じにカットして、まあ、小鋼付きのピーガーで上縫いますね。で、下は釘で打ってる。で、さらにこれシューコート塗ってあるんで、まあ、強くて交換もできて、で砂も入らないっていうおすすめの竹ピーが一番人気ですね。まあ、これがね、よくあるんですが、まあ、俗にお客様縫いピーと言ったりするんですけど、本来縫いピーっていうのは、まあ、下を釘で打つんじゃなくて縫うんです。本当にでもあったんですけど、最近はもうね、あまり減りましたね。うん、まあ、これより確かにフィット感あるんですけど、あんま強くないんですよ。革もちょっと薄いですし、これの方が強いんで、まあ、これで十分やったんですが、まあ、近年ね、新しいのが出ました。まあ、うちでは、メジャー流ピーガーって言ってるんですけど、まあ、かつて野茂さんね、野茂英雄さんが使ってたんですよ。まあ、あの豆知識で言うと、アメリカでは、ピーガーの文化ないんですよ。もう使い古したら捨てる。で、こんな首ですなんてまずありえないです。なんでかっていうと、日本と違って結構あの訴訟社会じゃないですか。なんで訴えられたら困るから打たないです。何があるかわからないから。まあ、日本はそこまでじゃないからピーガー文化がありますが、アメリカではだいたいポイ捨てだったんですけど、か近年日本にも入ってきたメジャーリピーガーはこちらになります。まあ、これサンプル塗ってあるんですけど、カチカチなんですよね。液体が固まって、まあ、プラスチックになるっていうのが利点であります。これをつけると、まあ、当然あの入らないです。砂は入らないし、見かけもねそんな分かんないですよ、遠くから見たらね。で、これは、まあ、タフトープロっていうんですけど、商品なんですけど、まあ、野茂さんが輸入してやってる、販売してるんで、まあ、トルネード。相性のトルネードが入ってますね。これはお客様自身が買っていただいて塗ることもできるんですが、まあ、ちょっとね、これ削らなあかんですよね。新品のスパイクに塗ってもポロッと取れちゃうんで、ちょっと削ってあげなあかんですよ。まあ、ヤスリとかうちは機械で削ってるんだけど、それやって塗らないと取れてしまうんで、まあ、一応当店では加工料込みで3300円になってます。当然今白スパも、導入されたということで、これ黒だけじゃなくて、白も入ってます。なんで、これは、まあ、軽くて強くて見た目もスマートってことで、結構おすすめのピーガーになります。なんか昔塗りピーとかって聞いたことあるんですけど、それの進化版みたいな感じですか？そうですね、まあ、これもこれ塗りピー塗ってあるんですけど、まあ、これはゴムなんです、ゴム塗りみたいな。まあ、これも多少はあるんですけど、全然強度が違います。強度は最強、もう実質プラスチックがついてると思ってください。化学変化でこう固まって、なんでいいですよね。あと加工には 2,3 日ちょっとお預かりの時間かかりますけど、まあ、サイズもね決めれるんですよ。ピッチャーやったらもっと大きくしたいとか、もっと小さくていいよっていうのも、カスタムできますんで、そういった点でもおすすめできる点かなと思います。あとそれと、まあ、白スパつながりでついにやっとビモロも入ってきました。まあ、ビモロスパイク特徴のね、ビモロバーがこう入ってて、白出ましたね。まあ、ちょっと21,780円かな、今日お高いですけど、黒も少しが入ってきてます。まあ、当然黒を採用してるところもあるので、うん、真っ白は新登場やってますんで、ちょっとね、待っていらっしゃった方もいけるんじゃないかなとは思うんですけどね。そうですね、はい、まあ特別な、まあ昨日はね、以前の動画でビモロランニングシューズのところね、紹介したように、あの多機能で
あって、まあ、僕は投手とか、キャッチャー外野は特におすすめかな。内野手は正直こんだけ歯があると横のステップがっていうのは気になる方も多いと思うんで、それは一回履いてみてかなと思うんですけど、ただ一つ言えることはプロは内野手少ない、ピッチャー絶対いいと思うんですよね。ピッチャー外野は立っても来ても多いし、ピッチャーはしっかり立てる、とてもおすすめなので、まあね、足幅広がって足早になったりとか、足が疲れづらいっていうか、いい変わるとか前お話しましたけど、詳しくはそっち見てくださいいろんな効果がある唯一無二のねスパイクになりますので、しなげになったらなかなか入ってこないので、ちょっとね柄も入ってるんですよ、ね、こういう模様がちょっとおしゃれになってます。気になった方はね、ぜひお問い合わせください。これ先ほど言いましたように白と黒両方入ってますんでね、黒はこっち写真入っておきますね、写真こんな感じです。黒も同じく模様入ってますので、ちょっとあとね柔らかくなったんですよ、ここのソール、アウトソールが柔らかいんで足入れめっちゃ良くなったと思います。そうですね、はい、まあ、2万円超えるんでね高級スパイクなんで、はい、これぐらいしてもらえないとね、と思います。それでは次回の動画もお楽しみに。プレイボール。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。